それ何作ってんの？携帯を盗聴器に改造してエリックのオフィスに仕掛け動きを探る。そういうのどこで習ったわけ？特別な学校でね。興味あるのか？算数よりは楽しい。手伝ってくれる？うん、手伝うよ。ほらこれを見ろ、ワイヤーがあるだろ。こっち向きに持ってくれる？うん、動かすなよ。いいか？よし、持っとくよ。ママがなんとかなりそうって期待してるけど大丈夫かな？心配すんな、がっかりさせない。マジであいつを町から追い出せると思ってんの？ああ、追い出してみせる。楽しみに待ってろよ。おい、大丈夫か？ああ、平気だよ。さっきはごめんね、マジでムカついて。後で話し合おうか。ああ、ねえ、誰に電話してんの？君が手伝ってくれた盗聴器だよ。オフィスに仕掛けといた。兄貴、話を聞いてくれよ。お前銃持って走り回ってたそうだな。ライアン議員の奥さんが見たらしい。ライアンは俺たちと手を切る口実を探してた。お前がバカなことしたから。あの奥さんは大げさなんだよ。銃を車へ運んでた時に手が滑って落ちたから拾っただけ。それでエリック、役をやってんのか？違う、役はきっぱりやめた。真面目になったんだよな。あ、お前が金持ちとゴルフしてる間に俺は汚れ仕事をしてるんだ。トラブルを起こさなければいい。だが妙な真似すりゃ弟でも。何もないって。神に誓う、してないよ。本当か？心配させるな。トラブってないよな。尻拭いはごめんだぞ。ドアを開けろ。いいか、くれぐれもバカな真似はすんなよ。うまくいってるね。あいつマジでビビってるよ。言った通りになったろ。全部片付くまで君は俺の実家にいること、約束しろよ。ああ、約束するってば。命の恩人だわ。もう大丈夫か？どうかな、あんまり自信ない。ママは僕が不良になったと心配してるし。昔君と同じように親父に殴られて育った男の子がいたんだ。その子はどうなったの？ガキの頃に覚えた盗みや嘘のつき方を活かせる仕事に就いたそうだ。今じゃ人助けとかやってるよ。それじゃあ僕もヨーグルトを食べなきゃね。いいんじゃない？